リック・フレアーはアメリカ合衆国のプロレスラー。テネシー州メンフィス出身。ニックネームはネイチャーボーイ、略してネイチと愛称で呼ばれることもある。その試合巧者ぶりから業界一卑劣な男の異名を取った。日本でのニックネームは狂乱の貴公子。息子のデビッド・フレアーとリード・フレアー、娘のアシュリー・フレアーもプロレスラー。NWA、WCW、WWE の世界ヘビー級王座のベルトを巻き、16回の世界王者とも呼ばれる。歴代の NWA 王者がそうであったように、正攻法で攻めるよりもずる賢い戦法を得意とした。これはもともと NWA 王者が巡業の行く先々で地元の英雄を相手にする必要があったところから生じたものであり、対戦相手を引き立てつつ、数々のムーブで観客を沸かせる術に長け、ほうき相手でもプロレスができると形容された。ひざまずいて相手に攻撃を躊躇させるムーブやふらふら歩き、前方に倒れるムーブは大きな見せ場となっている。そのスタイルは数々のレスラーに称賛され、武藤敬司は自身のプロレスのベースと語っている。なお、彼の地髪はもともと赤っぽいブラウンで、ブロンドヘアは貴公子ムードを出すのとラフファイトの際に流血が生えるよう自ら染めたものである。1950年に発覚し全米を騒がせた W、ジョージア短がテネシー児童福祉協会で繰り広げたとされる養子縁組用の乳幼児売買事件の被害者の一人。生後1ヶ月ほどで当時デトロイトで産婦人科医を開業していた養父母のもとに引き取られ、ミネソタ州ミネアポリスで少年時代を過ごす。少年時代からプロレスファンで特にクラッシャー・リソワスキーが好きだったと語っている。学生時代はレスリング及びアメリカンフットボールの選手であった。ミネソタ大学を退学後、保険外交員の職に就いていたが、バーン、ガニアのレスリングキャンプに参加し、プロレスラーとなるための訓練を受ける。このキャンプの同期には、ケンパテラ、コシロバジリ、グレッグ・ガニア、ジム・ブランゼルらがいる。1972年12月10日、ガニアが主催していた地元ミネアポリスのアワにてデビュー戦を行った。1974年、ジム・クロケット・ジュニアが運営する NWA、ミッドアトランティック地区に活動の場を移す。金髪ヒールの先達であるベテランのリップ・ホークのパートナーに起用され、同年7月4日にミッドアトランティックタッグ王座を獲得、プロ入りして、初のタイトル戴冠を果たした。1975年2月8日には、ポール・ジョーンズからミッドアトランティック TV 王座を奪取し、シングルタイトルを初めて獲得している。同年下期からは、アワ時代の先輩でもある和風マクダニエルを相手に、ミッドアトランティックヘビー級王座を争った。1975年10月4日、セスナ機の事故に遭い背骨を骨折、医師から、引退勧告を受けるも、奇跡的にレスラーとして復帰した。復帰後の1976年12月26日には、グレッグ・バレンタインと組んで、ミッドアトランティック版の NWA 世界タッグ王座を奪取。以降もミッドアトランティックを主戦場に US ヘビー級王座をはじめ同地区認定のタイトルを立て続けに獲得。ネイチャーボーイの異名が定着したのも、生涯のライバルにして、親友でもあるロディ・パイパーやリッキー・スティムボートらとの邂逅もこの時期である。1981年9月17日、ダスティ・ローデスを相手のブレーンバスターを空中で体をひねって、体を浴びせて破り、NWA 世界ヘビー級王座に初戴冠。後に、同王座を8回獲得して一時代を築く。1986年には、オレイ・アンダーソン、アーン・アンダーソン、タリー・ブランチャード、及びマネージャーの JJ ディロンと共に、今や伝説と化したチーム4ホースメンを結成した。NWA から WCW への移行期となる1980年代末から1990年代初頭にかけては若手として台頭してきたスティング、グレート・ムタ、レックス・ルガーらとの戦いを繰り広げ、初期、WCW の目玉カードとなった。1991年9月、ジム・ハード副社長との確執から、それまで所属していた NWA の流れを組む WCW を離脱、WWF へ電撃移籍した。WCW 首脳部にとってはフレアーは、すでに前世紀の過ぎた時代遅れの選手でしかなく、ハードからは思いつきで古代の剣闘士スパルタカスなるキャラにギミック変更を要求されるなどの扱いを受けていた。なお離脱前の一時期にトレードマークだったロングヘアが短くカットされたのは、このキャラチェンジ命令を完全には拒否することができずに妥協したためである。トップヒールとして迎えられた WWF では、ボビー・ヒーナン、カート・ヘニングと組むこととなり、かつての宿敵で親友でもあったロディ・バイパーとの抗争、その後は、ハルク・ホーガンとの頂上対決が組まれた。引退を考えていたホーガンとの抗争は、今一つ盛り上がらなかったが、1992年1月にロイヤルランブルで優勝、及びこの試合にかけられていた、WWF 世界ヘビー級王座を獲得した。レッスルマニア8では、ランディ・サベージを相手に王座防衛戦を戦い、敗れたもののサベージの愛妻、エリザベスの唇を奪った。同年のサマースラムでタイトル奪回にも成功するが、アルティメット・ウォリアーとの試合で三半規管を損傷。欠場の必要に迫られ、ブレット・ハートに王座を明け渡した。トレードマークの金髪1993年2月に WWF を離脱、WCW へ復帰し、フォーホースメンを再結成した。また、インタビューコーナーA Flair for the Goldのホストも担当している。1998年にエリック・ビショフとの対立から WCW 離脱寸前まで行くも、アーン・アンダーソンの働きにより残留。その後 WCW には消滅まで所属していたが、ビショフら首脳陣やホーガン、ナッシュを筆頭とする主流派グループとの確執は激しく、脇役扱いも多くかつての輝きを取り戻すことはなかった。脚本家のビンス・ルッソーが WWF から移籍してからはその経緯。2001年3月26日のマンデーナイトロ最終回ではメインイベントでスティングと戦っているが、この時もコンディションは非常に悪く、体型を隠すために T シャツを着たまま試合を行った。レッスルマニア24での入場シーン2009年、オーストラリアにて行われた、ハルカマニア WCW 消滅後、2001年末より WWE に所属する。50% の株式を保有するビンス・マクマホンとの WWE 共同経営者というギミックを与えられ、ベビーフェイスとして活躍した。2002年のレッスルマニア18では、ジ・アンダーテイカーと対戦、同年 WWE がブランド分けを行った際には、RAW のオーナーとなって、アンダーテイカーをドラフト1位指名し、抗争を継続した。2003年には、トリプル H、バティスタ、ランディ・オートンと共に、ヒールのユニット、エボリューションを結成した。その後、ランディ・オートン、バティスタらが単独でファンを沸かすことができるキャラクターに成長して次々と抜けていき、トリプル H も休養に入ったために、エボリューションはフェードアウト。2005年8月にショーン・マイケルズと組んでフェイスターン。カリーとクリス・マスターズと抗争後10月の WWE ホームカミングからは、旧友のトリプル H との抗争に入った。トリプル H との抗争は、サバイバーシリーズまで続いた。サバイバーシリーズ後はプライベートで起こした交通トラブルネタをエッジが上げつらったことをきっかけに抗争を開始した。2006年11月5日のサイバーサンデーでは抗争中だったスピリットスクワットの持つ世界タッグ王座にファン投票で選ばれたパートナーのロディ・バイパーと組んで挑戦。足4のあざ固めでギブアップを奪い王座奪取を果たした。2007年6月11日、RAW で行われたドラフトにより、RAW からスマックダウンに移籍。約2年ぶりにバティスタと同じブランドでの再会を果たす。移籍後、3ヶ月の欠場を経て11月26日に RAW で復帰し、私は引退しないと宣言した。この時、ビンス・マクマホンから、もし1試合でも負けたら、強制的に引退とすると通告されたため、以後の試合は日本遠征を含めてすべて負けたら引退マッチとなった。2008年は現役レスラーでは初めて WWE 殿堂に迎えられたが、3月30日、フロリダ州オーランドにて開催されたレッスルマニア24にて、ショーン・マイケルズに敗れ、引退決定。翌日の RAW の放送で引退セレモニーが行われた。引退後は WWE のエージェントとしてイベントや受賞式などに登場していたが、8月3日をもって WWE を退団。その後は WWE、ロー、インディー団体などにゲストで登場。2009年に入り、クリス・ジェリコによる映画レスラーの主演ミッキー・ロークへのアングル上での批判に、橋を発したジェリコ対レジェンドの構想ストーリーが組まれ、レッスルマニア25では、レジェンド軍のセコンドについた。また、大会前日の WWE 殿堂式典では、殿堂入りを果たしたスティムボートのプレゼンターを務めた。ジャッジメントデー以降は、ランディ・オートンとバティスタの構想に関わる。これはオートンが、エボリューション時代からの遺恨だとして、トリプル H やマクマホン家との構想を経たもので、フレアはオートンに再三自身と戦うよう要求した。結局オートンはエクストリームルールズ直前の RAW でのパーキングロット戦に同意、待ち伏せしたフレアはオートンを叩きのめし未だ衰えない存在感を見せつけるが、オートン率いるレガシーの介入により形勢逆転し、最後には RKO を食らった。2010年、ティネに登場再度 WWE を離れた後は、ローやインディー団体へのゲスト出場を経て、2009年11月には、ハルク・ホーガンがオーストラリアにて開催したハルカマニアに参戦。約1年8ヶ月ぶりにリングに復帰し、メルボルン、パース、ブリスベン、シドニーにてホーガンとの連戦が行われた。2010年1月よりティネに登場し、AJ スタイルズの指南役となって活動。4月18日のロックダウンでは、スティングやデズモンド・ウルフらをメンバーにチームフレアを組織し、ホーガン率いるチームホーガンとの対戦を指揮した。同年下期からは、スタイルズ、ウルフ、ビアマネー・インクらによるティネ・バン・フォー・ホースメンのフォーチュンを結成、ユニットの総帥として活動した。2012年、アーン・アンダーソン、タリー・ブランチャード、バリー・ウィンダム、マネージャーの JJ ディロンと共に、フォーホースメンとして WWE 殿堂入り。2008年に続き、2回にわたって殿堂に迎えられた、初の人物となった。初来日は1973年6月、国際プロレスのビッグサマーシリーズである。来日前に、雑誌やパンフレットなどに掲載されていた写真は、汚らしい赤毛に、下品な口ひげ、ぽっこりと出た腹、とかなり冴えないスタイルだったが、実際に日本に来た時には精悍な顔に口ひげは綺麗に剃り落とされ、髪型もダイナマイトキッドを彷彿とさせるショートヘア、腹もシェイプアップされ関係者を驚かせた。初来日の国際プロレスのリングでは、6月18日の市原で大山勝三と来日第一戦を行い、6月26日に大館でラッシャー木村との金網デスマッチも行われている。TV 中継では、マイティの上戦と、寺西優戦が TBS、とはプロレス中継にて放送された。なお、同シリーズには後に、NWA 世界王座をめぐるライバルとなる、ダスティ・ローデスとディック・マードックのジ・アウトローズが、エース格として参加していた。木村戦での流血も、彼らの指示によるものだったという。二度目の来日となる1978年4月、NWA ルートにより、全日本プロレスに初参戦。当時のフレアーはすでにミッドアトランティック地区のトップスターであり、次期 NWA 世界王者候補として5年前の初来日時とは比較にならないほどの注目を集め、4月27日に青森県の野辺地町にて、ジャンボ鶴田の UN ヘビー級王座に挑戦した。同シリーズには初来日時にはるかに格上だった。ディック・マードックも参戦していたが、このシリーズでのフレアーは、マードックと同等以上の大物扱いを受けた。その後、NWA 世界王者となった1981年10月、全日本プロレスへの再来日が実現。シリーズ中は、天竜源一郎、テリー・ファンク、ジャンボ・鶴田の3社の挑戦を受けている。以降も NWA 世界王者として全日本プロレスに何度となく来日し、1982年から1987年にかけて鶴田、天竜、リッキー・スティムボート、ブルーザー・ブロディ、テッド・デビアス、ザ・グレート・歌舞伎、ハーリー・レース、長州力、谷津義明、タイガー・マスク、輪島大志らを挑戦者に迎え、防衛戦を行った。その間、1984年5月7日にテキサス州フォートワースでケリー・フォン・エリックに NWA 世界王座を奪われるも、同月24日に横須賀にてケリーを破り、日本でタイトルを奪還。1985年10月21日には、両国国技館にて、当時のアワ世界王者、リック・マーテルと、史上初になる NWA とアワの世界ダブル、タイトルマッチを戦っている。1991年3月21日、WCW との提携ルートで新日本プロレスに、初参戦、東京ドームにて、IWGP 王者、藤波達治とのダブルタイトル戦が実現した。1995年4月29日には、新日本が主催した北朝鮮でのプロレス興行、平和のための平壌国際体育文化祝典に出場、両ラジマメーデースタジアムにてアントニオ猪木とシングルマッチで対戦している。また、武藤敬司が WCW でグレート、ムタとして活躍していた1989年から1990年にかけては、ムタはテリー・ファンク、フレアはスティングをパートナーに抗争を展開し、連日のように対戦していた。2002年3月1日、WWF 横浜アリーナ大会、スマックダウンツアージャパンで久々に来日。リング上で挨拶を行った際、過去に日本で対戦したレスラーの名前を挙げた。順番に、ジャンボ・鶴田、天竜源一郎、ブルーザー・ブロディ、スタン・ハンセン、テリー・ファンク、ハーリー・レース、アントニオ猪木、長州力、蝶野正洋、藤波達治、ジャイアント・ババ、グレート・ムタの12選手である。なお、この時、ゲストとして、実況席にいた武藤には、フレアが、自ら手を差し向けて、敬意を示した。また、2005年2月4日、WWE テレビショー埼玉スーパーアリーナ大会ロードトゥーレッセルメイニア21ジャパンツアーではショーン・マイケルズとシングルで対戦している。2008年 WWE 有明コロシアム大会日本武道館大会の PR のためクリス・ジェリコ、キャンディス・ミシェルと共に来日。司会を務めた草野仁からチョップをもらった。お返しはサイン入りのベルトだった。2013年1月26日、全日本プロレスに息子のリード・フレアと共に参戦した。急病で試合には出られず、セコンドでの応援となった。ハルク・ホーガンに足4のあざ固めをかけるリック・フレア・ショーン・マイケルズと共に、バックハンドチョップを放つリック・フレア・フレアは限られたムーブで客を沸かすことができるという点で、極めて高い技術を持ったプロレスラーであると目されている。構成時だけでなく、主制の際にも観客を沸かせる定番ムーブを確立しており、一方的に攻められている局面であっても自らのムーブで相手や観客を自らのペースに引き込むことができる上、単に歩いているだけでも観客に、うーのちゃんとを叫ばせることができるほどであった。また、どのような試合展開であっても、絶対に自分のキャラクターを崩さない姿勢を徹底しており、たとえ負ける試合であっても相手を引き立たせ、自らの主制のムーブもしっかりと決めて試合を終えることができる技量を併せ持っていた。2008年、WWE 殿堂入りが実現。2010年。ありがとうございます。